マクドナルドのコーヒーを調べようとした時に出てきたのが、この紙ストローでした。アイスコーヒーが紙ストローなのか確認した時の店員さんの申し訳なさそうな、はい、という返事が紙ストローの全てだと思います。初めての紙ストロー。この口当たりの悪さといい。これはラップの芯でした。コーヒーの方は雑味のなさと軽い炭焼き感で、すっきりしていて想像の3倍美味しく思いましたが、紙ストローの方は口に当てるたび罰ゲームに参加させられている気分になります。これを発案、ご利用し、した人は人類の文化、営みに何か恨みでもあるのでしょうか？罰ゲームみたいな紙ストローはやめて食べれるストローにしませんか？トッポのチョコを抜き取ってみたけど、細すぎ問題。伝説のお菓子ピコラがいい感じです。オーバーな演出を挟みながら食べれるストローを作る動画を制作中です。ごちそうさまでした。トッポのストローが細いなら束にすればうまくいくと考えたのがこちらです。砂糖をキャラメリでしたトッポを熱収縮チューブで束ねてみました。収縮チューブで手はべとつかないものの、ゴミが出るのでボツです。しかしヤギから人に戻った気分で、少し幸せになりました。次回、試作1。クックパッドとヤフー知恵袋に感謝を捧げる、紙ストローレクイエム。高評価、チャンネル登録していただくと励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。